デイビッド風間のホープアベニュー。皆様いかがお過ごしでしょうか。デイビッド風間です。ホープアベニュー、このコーナーではバイブル・ゴスペルからの希望あふれるメッセージをお届けしてまいります。それでは行きましょう。ホープアベニュー。日本全国は秋の深まり、そしてもう北の方では冬の知らせも来ているんだと思います。本当に皆様毎日風邪をひかないようにですね、気をつけていただきたいと思うんですけれども、まあ秋はこの季節の本当に憂いを感じるような、そんな季節ですよね。まあそんな中で空気も澄んできて空の星もよく見えます。私はもう星を見るのが大好きで、星を見るたびにこの宇宙というものの中にいる自分の、まあ、小ささをね改めて知ります。でもそのこんな小さな私に全能の神様の目が注がれているんだと思ってですね、まあ、最後は喜びに満たされます。さて今日のホープアベニューではですね、バイブルからこういうメッセージがあります。まあ一つの有名な言葉があるんですけれども、それはいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に求めておられることであるという、箇所があるんですけれどもね、実はここには3つのことが分かれて書かれています。まず第一に、喜んでいなさい、それもいつも喜んでいなさいという語りかけがあります。まあそれを聞くとね、なんで喜べるのかなと思ったりします。いやいやいや、もう人生は厳しくて厳しくて喜ぶことなんかできないと言われることも多いんですけれども、実はいつも喜ぶというのは楽しいこと嬉しいことがあったから喜ぶというのではなくて、自分の決断なんですよね。もう喜びという方に自分の心を向けていくと、まあ、人間ストレスがありますとね、何とかしてそれをなくそうとして動いてしまうんですけれども、そうではなくて、ストレスをなくすのではなくて、そのストレスの大きさよりももっと大きな喜びを自分の方で選び取っていくということなんですね。それでは次の質問ですね。じゃあ喜びはどこから手に入れるのかと、それが私たちを作ってくださった全能の神様、先ほど夜空を見上げますと星が見えます。実はこの星の光というのはもう何百年前に光ったその光が届いていると言われてますよね。ですからこんな大きな宇宙を作ってくださった神様が私を愛しているから大丈夫なんだ、まあ、ここからしかですね、本当の喜びは出てきません。人生にはいろんな時があります。本当に楽しい時もあれば、本当に辛い時もあると思います。もし今この放送を聞いておられる方の中で悲しんでいる人、苦しんでいる人がいらっしゃったら、実はそれに勝る大きな喜びは神様から来ます。まあ、これがゴスペル、バイブルのメッセージで、イエス・キリストにあれば誰でもいつでも喜んでいるということができます。これが今日のホープアベニューのメッセージでした。それではまた次回この続きのお話をしたいと思っています。もう一度ゴスペルのメッセージを聞きましょう。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。それではまた来週この時間お会いいたしましょう。ご案内はパーソナリティのデイビッド風間でした。 See you next time. God bless you and please remember, Jesus loves you and I love you. Bye bye.